ジャパンの公式インスタグラムが29日、新規投稿され、大谷翔平の愛犬、デコピンが開幕戦のドジャースタジアムで発行してもらった感染証明書と一緒に収まった画像をアップ。米国では、デコピンがミドルネームになっているとファンが指摘した。同インスタグラムのコメント欄には、デコピンはミドルネームなんだね、と指摘する書き込みがあった。 実際に証明書を見ると、ファーストネームがあって、デコピン、大谷と記されている。ファーストネームの部分は最後の文字が Y になっており、大家が昨年12月の入団会見で明かした米国向けの呼び方、デコイが連想される。28日の開幕戦では、マミコ夫人と一緒に VIP ルームで観戦したデコピン。 その愛くるしい姿に、こんなに魅力的で可愛いワンコさん初めてです。デこちゃんかわいすぎる、無料で大谷翔平選手の試合を観戦できるデコピンくんがうらやましい、世界一野球に詳しいワンコデコピンといった書き込みが集まっていた。